黑孩子第七集，一共13集吧，大黄是吧？啊？我说一共是不是13集？写信で見たことがあるだ。谢谢干点坏事送来了宝剑，谢谢隐逸之臣送79宝剑。すると達川は、お前が親代わりになって育てた娘に、お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分。要せよ本庄。完全にしろって証拠が出ない限り。達川はホストを辞めた後、中国マフィアの情報屋だったらしい。中国黑帮的情报贩子。いや、ま、だが。タツカをやったのはおそらくその中国マフィア、これまで奴らが関わってきた殺しと、今日ちなみに言うとタツカと一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。神室町の公关小姐。付き合ってたらしいが、伊達さん、キリュウは広島まで行った赤ん坊のそいつが死体で見つかったとなりゃ、うちにもタツカの身元がすぐに分かったのもキリュウのおかげだろ。ならこっちからもある程度の。お二人のやっていることは慣れ合いにしか見え。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ、伊達さん。それよりこの後またセレナで会え。わかった。ああ、頼む。啊，先到这个圣琳娜等这个伊达。伊达呢是这个刑警，很牛逼的一个刑警嘛，帮了我们很多忙。谢谢无上风流。中道大捷。看看肚子饿了没？毕竟过了一天嘛，肚子还不怎么饿啊，不怎么饿，我们先不吃。先不吃东西，啊，今天点的差不多。先走吧。主角已经老了，主角现在是50多岁了。真导也50多岁了，主角50多岁了。小混混，砰砰！为何这么弱呢？啊！哇哇！掉了一瓶精力，料不错哦。嗯，噔噔噔。不妨那招那个很虚的心得啊，等会我看看粉碎，粉碎心得。我操你妹，这么贵啊，300、300、100、400、500。等会学吧。想办法对付醉汉。这是最后一步，最后一步，古惑仔，这边还有小混混全倒了吧？哎，真是弱呀！有没有更强的对手？啊？太弱了。反正这件衣服我们是穿了几十年。啊啊啊！对付醉汉，这个吧，这个应该要打。有带酒过来吗，老兄？这是个现实任务。啊，不用做，不管他，小任务。歪桥。基督三。我们。哎，阿成他怎么来神士町了？总有一天我们也会进军神士町。みんな。まあいいじゃ。そうそう。M サイドカフェっていうミレニアム。叫做 M 的咖啡厅，千禧塔旁边的咖啡厅。仕方ないな。少しだけだぞ。这是我帮会的小弟，同生会。
谢谢光头强。卡又卡，卡什么呀？こんな場所に俺らが。この店。あのま。本当にやがって。这不是六狂人吗？お前ら。お前の動きなんてな。ジョー。ここに来たからには、カムロ町はジャスティスのホーム。それよりどうだ。断る。この人はカリスマ。大哥大幻语人。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしてんじゃねえぞ、じゃあ。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ。相手してくれや。真的要打吗？おい、ジョー。何なんだこいつらは。六強人の最強タッグ。六狂人最強搭档。天山小岛，通称天岛。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソや。おお、ジョーカー、分かってんじゃねえか。そうよ。カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな。1たす1は2じゃねえぞ。俺たちは1たす1で。おい、計算間違えてないか。細けえこと気にすんなよ。スケール感の問題なんだよ、この野郎。細かいツッコミ野郎は。ぶっ殺しちゃうぞ、バカ野郎。まあまあまあ。以为你摆个 pose 就打得过我了？巨人がこんなところで三下と戦うのよしましょうよ。吓死人了。我々の格が下がったように見られてしまう。ね？ああ。そうだ。そういえばあんた、前にも一度。ええ。偶然ってのはある。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔。上等だ。せいぜい。てめえら。あいつら。チームのヘッド。わかった。哦，我以为现在就要跟我打呢，我的妈，原来呵呵还是一群怂逼，就跟我发狠话咯，有什么用呢？打我呀，谢潇洒人生。最讨厌发狠话的人了，看到我就情不自禁往后退了一步，是不是害羞？突发任务，上楼。キリの兄貴。新瑟琳娜。少しだけ後でまた、そこのママの旦那だけど。他是这个妈妈桑的老公。悪いなママ。哦，这是伊达的老婆呀、啊！いいのよ、好きに。ありがとう。そちらのママ、デカのか。いや、下手なちょっかい出さんでよかったわ。大丈夫か、知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますよ。さっきから心機くそでかな。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今ま。バカだれ。警察の話や、達川をやったのは。杀害达川的是中国黑帮那些。マフィアって。何かしくじ、しかしえげつ達川は喉切られた。心臓被割了喉、心臓被捅了好几刀。なんかカムロ町でそいつは中国マフィアの情報屋やっと見つけたと思う。俺は達川をすっかり気持ちがさ。これからどうします兄貴。達川が死んどるんじゃ。分かってる。だと言いますと、達川が中国マフィアに追われて。ん？もしそうなら、他为什么要杀达川呢？达川又是个小人物啊。まだそう言いだが。確かに。キリュウ、邪魔してかまわないか。是不是达川撞的这个姚？撞的我们干女儿。広瀬一家。陽明連合会長。おいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともば殺の旦那じゃったら。悪いけどき。なんならと。ちょっと遥かのことでお前に話。うん。お前が広島に行ってる間に遥か都内の。帮姚转院了，转到警察医院去了。前の日はるかを見舞いたいって問い合わせが何度も来る。登場会か。そう名乗ってるだけで本当に登場会の連中かと。とにかく俺も気持ち悪いんだな。一応念のためだが、はるかの病室には。はるかの容体は。あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで、お前らが下手につけられて、
遥かの居所が嗅ぎつけられや、もう移す。そうか。せめて遥かに。秋山はどうしてる？遥かを警察病院に移した時、あいつも中国マフィアに狙う。そうそうのんきに病院でじっと。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで。いや、用があるこっちからは連絡の。でも、お前に秋山と一緒に一个叫艾德的中国人干过架。以前。艾德很牛逼，那个胖子。胖子秋山からそいつの居場所を教え、その後エドから。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。游戏叫古惑仔三，古惑仔三。今天是最后一天直播。今度今天一定要拨通关，明天这游戏是被封了，明天播不了了。殺川神室町に来た駅、何でもいい。悪いが俺も。さっきの伊達千代でから。年は食ってるが、なかなかの気、信用してもええよじゃ。そうっすね。達川がなんで殺されたのかも、つかん。そうかもしれねえな。因为打架啊，黑社会啊，打架。ってじっと待。なんでそんなに急ぐんです。さすも達川の殺しを、伊達さんはともかく。可以这么说，今天是最后一天在直播界看到这款游戏。組織の理屈で、例えば本庄ってで。なんじゃそれ。とにかく俺は、自由、まずは秋山を探してみる。打算去先前秋山躲的下水道去瞧瞧。ここにいて。去下水道去找秋山。わしらはここで。キリの兄貴。前往下水道。人快进，快进！你知道剧情啊？剧情都看不清楚，那算什么玩游戏啊？啊，这什么东西啊？今何かが横切ったような。待ってくれ。老唐嘛，清除机器人失控支线任务啊，这个不用管它，直接去我们要去的地点就可以了。我操，这边走不通啊。现在肚子不算非常饿，等会再去吧。中道大街有人挑事，这个不用管。从这边穿过去。游戏古惑仔三，古惑仔三，谢谢35246迷路送的溜溜大宝剑。谢谢九送的3组100个宝剑，谢谢九。噔噔噔，跳过。もう謝れないよ。ちゃったね。听说没有任何人去帮忙，他们不知道怎么样了，真是的，心情真糟。来，谢谢我们的酒送的一台挖掘机，牛逼呀！谢谢酒。下水道，为什么主角下水道的姿势都那么帅？不知道能不能找到秋山。我去，这么多人在等着。大砍刀，把他包围起来，别让他逃走，要确定这家伙今天死在这里。哇，中国黑帮的人在等秋山。看我把你这混蛋给你剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干。哎呀我去，哎呀我呀，断腿，中文好别扭，飞踢，飞踢，青龙刀，死，疼死了！捅膝盖顶，
哎我去，厉害哦，双杀。他妈，这男人到底是什么人物？大家散开快跑，因为主角是老百姓，剧情需要。他们有五大黑帮，日本三大黑帮，加上中国黑帮，加上韩国黑帮，五大黑帮的人都要打。どうも、キリュウさん。俺ですよ。覚えてます？前にこの場所を教えてくれたやつか。而且最后的话可能会跟五大黑帮就是硬干。谢谢麋鹿送的三组六六大宝剑。でも、キリュウさん。黑社会吗？秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなったな。あんただったらできなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話し通さなきゃならないようになった。他仍然被中国黑帮盯上。正直そこ秋山に分かったよ。找不到秋三啊，难怪会被封。你不能这么说呀，你看这游戏没在日本被封吗？你看我杀了那么多日本人，我杀了最起码1000个以上的日本人吧。我操，哎，这边堵住了，出口被封了，还打了一波韩国人，对不对？那这韩国就封了，日本人就封了，我去。你不能这么说我兄弟。你看那变形金刚是第几部来着啊？到香港你妈杀了那么多中国人，我你妈怎么不疯呢？对不对？不是那么说的。谢谢莫相忘，因为我们主角也是只是一个老百姓，对不对？谢谢李小龙。游戏黑帮是台湾人，台湾人也是中国人呢，对不对？谢谢我的智商8岁秋山，没办法跟我联络。そうか。この間、エドって中国マフィア。一个叫艾德的中国黑帮干过将。採用会の幹部ではあるみたいです。幹部之一。やっぱりあいつの居場所。エドと話して。採用会が。エドがいるの、そのど真ん中に。なんだ。艾德在雅西亚街那边。その店は採用会の中心部。祭王会的中心。なんなら。極東からとにかく。いいのか。劇場前広場に。6号套房啊，去酒店跟我们的秋山先会个面，然后再去找艾德看看什么情况。因为呢我们这一部的童生呢只能说算是一个父亲吧，要保护自己的这个干女儿不受伤害，所以挑战五大黑帮。谢谢可晨。啊，前面有些小混混全打了。我还拿大锤子呀！哎呀，兄弟，屌啊！啊！我去，一个，我还有钱呢，啊！飞踢，谢谢幕后花絮送的188大宝剑。我操！しばらく寝てろ。神士丁，先进酒店。啊，不是这个酒店，另外的酒店。谢谢如初送的30个，对，要慢慢走是吧？不能走快。是不是这个酒店？不是吧，在那儿。对，游戏叫做《古惑仔》。
甩开跟踪者。谁在跟踪我？俺をつけてるのはお前らか。这些个人谁啊？哦，日本黑帮，东城会的人。問題無用か。一看装束就是日本黑帮，找死，抱摔。去死！哇，过肩摔，痛吗，宝贝？痛吧！哎呦，有意思！等一下，给我等一下啊！哎。不着急啊，站起来，来来来来来，你还敢反击我啊，尼玛，踢，最后一个踢，太弱了，我打他们我都不想放必杀，不想浪费我的气。东城会，日本黑帮，我一看我就知道了。どうなった？なんで登場会の人間が俺を？呼，上去吧。现在再去上楼。哇，还有谁啊？又要来啊？けど、ライザップって効果あるんだな。嗯。这个身体是最好的证明。哇，这个四眼仔为什么这么大的肌肉啊？お前太りまくってたもんな。しろよしろよ。ライザップ。健身房啊。锻炼肌肉吗？スポーツジムだったな。练肌肉也不知道有没有效果。あれ？どうさ？うん。わかりました。どうぞこちらへ。こちらが。柜台。我要在这边锻炼肌肉的话，我能不能一拳打死一个人啊？入会，加入会员多少钱？なるほど。就说多少钱？你要有钱，分かった。在这里可以变成超人。要有钱，在这里可以变成超人，这么夸张？对。他是教练。我试一下，我试一下。まずライザ一人一人。あ、もしかして。そしてトレーニング。ええ、ほら。なるほど。トレーニング子、トレーニング会員になった以上が。なるほど。さて、コミ行った。ああ。いやー、キリュウさん。こう。いえいえ。さて、キリュウ。ライザ。入会。入会。おお、ご入会あり。ああ。はは。キリュウさん。では、まずトレその後。あ、わかった。はい。まあ、さ、それではトレーニングを始めましょう。訓練。キリュウさん。健身房训练。ではトレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか？卧推、深蹲。这个提高力量、提高肌肉跟毅力。かしこまりました。肌肉吧。それでは準備いたしますね。连按举起。それでは開始です。嗯。いいですね。嗯。ナイス。很简单啊。嗯。いいですね。その調子です。で、ナイス。その調子です。尼玛，就只能锻炼三十 ，S， 只能锻炼三十秒啊。ではキリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか？全部来一套吧，看加多少技能点。深蹲。これを頼む。かしこまりました。
頑張っていきましょう。はい。いいですね。パーフェクト。ティグッド。我操。集中して。もっとゆっくり。素晴らしい。パーフェクト。哎呀我去終了です。第一集还行吧。これにていい感。さて次は食事。キリュウさんは今の自分に、そしてそちらをも自分もっとあれを要吃一些飲食指導ある自分でお前とはいえですので食事に関演示一下菜单，吃完食物再过来锻炼的话，哎呦，推荐你们这尼玛不配套的吗？没有配套食物啊！健身教练。それではキリュウさん、頑張ってくださいね。我去。柜台那里卖。いらっしゃいます。你看着就知道了，吃完变超人。哇，两万八。他的属性，哇操！这属性，一百点技能点。他还有饥饿药，你可以吃饱了再吃饿的，无限刷属性。太贵了呀，不买了吧，先买点药，先买点饥饿药。我说你有钱就变超人。ありがとうございます。太贵了，太贵了这个。いらっしゃいませ。吃一个蛋白粉吧，两万八。ありがとうございました。他加血的。蛋白粉。哇操！这个药，回血很多的。等会再吃，这个先留着吧。哎呀，我去，先留着，等我打 boss 的时候吃。舍不得吃。功夫那个也能回血，都回血很多的，是吧？好贵啊！我去，两万八啊！天哪！永久属性，对啊，就是永久属性，吃完之后永久属性，然后点技能。哎，那几楼来着？六楼还是二楼？六楼。哪一个房间呢？打 boss 的时候留着吃。哎，房间门开着。哎，这谁啊？我去，真牛逼！这种见面方式，真是对你这个人无奈了，真的。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ、本当の話。それに今日はもう一ゲスト。人生一家の室。人心一家的事情。命を救ってもらったのは忘れてませんよ。お前。最近この聞けば。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。并不是中国黑帮。東城会の菅井。叫管理的也不安好心。東城会跟そのあたりの話を。这尼玛日本人跟中国人联合了？不会吧？不可能吧？どういうことだ？いやよくあの後カムロ町にただ。どうよ？今の東城会本家は会長代行の菅井さんと理由はもちろん。管理仕組まれる。順を追って話しますが。雅西雅西的火灾。同時にでもあの当時。東城会のもんが、ええ、そしてその焼け跡に入ることは東城会と島で、その構想がトップ不在の東城会は相談役だった。あ、東城会跟中国黑帮好像是表面上在打架，后面是私下联合的。採用会はグルだった。有勾结。アジア外の火事は菅井が採用会を、その後の構想は、そして
もし本当に菅井たちが大王さんを追い出し彼らにとって桐生さんは桐生さんが真相に気づけだから俺はどうして菅井とさんここに来るまで乱谷えお前の言う噂話もわざわざするええ登場会にはところがお前はどう思う菅井たちと採用会が少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか今一群汉奸竟然跟日本人联合最初は茶番の構想が把他们全杀了カムロ町は今めちゃくちゃです俺がスカイファイナンスを再開しようにもスカイファイナンスを天空金融この町を生かす夢を持ってどん底だった俺を救ってくれたところが東上会と中国マフィアご存知かどうかああこんな時にだが俺は分かってますただそれでも俺はすいませんアジア街のことは調べとき江戸と話をする迂回ルートがあります迂回ルート採用会の夢は人目を避けて知っとるで採用会が立川尾道の極道だった男でそしてそいつがえ俺もまだ信じられないだから要跟艾德谈一谈看看是不是艾德杀的达川いいのか要去亚细亚街それなら现在人更多了亚细亚街人更多现在回去找我的小弟南云跟永泰然后跟我闯入这个中国黑帮的核心地带去一楼你们有看过第一部吗古惑仔我感觉这游戏有点像黑中国人呢第一部都是中国人这个占优势然后中国好人全死了坏人全部活下来了就是汉奸全部活下来了好人那么多全死了可惜了姐姐别闹来过去打那个小弟这么多小弟弟啊来我拿棒球棍有意思暴气秒杀一个七伤拳飞踢しばらく寝てろ谢谢两袖清风送的188大火箭啊肚子饿了我们就去吃碗面吃碗面然后再过来继续打这个面馆是在啊在这里面馆截图的墙外里面你看这两个死料死料是这两道菜有加成的何なのさ時間食っちまった盖饭跟这个面我可以吃完所有面现在150肚子的啊140的肚子还没吃吃完所有面接点送的100个大宝剑配套的吃加全属性的这个后面的两个属性也加了加上第一个面2300啊うまいな老弟
ありがとうございました。三种食物组合，简讯木田。好吧，然后再去做任务。把经验全部升起来之后，先学个破防。破防是一定要学的，其他的都不着急。啊，这边要从上面穿过去，这边穿不过去。这个店什么什么桥，去二楼叫小弟。游戏叫《古惑仔三》，今天是最后一天直播这款游戏，明天这款游戏就会被封，明天就被封了，明天很多游戏都玩不了了。今天最后一天，一定要拨通关。キリュウの兄貴、頭、仕事は俺だってよい。あ？一本五万はする。一瓶五万的酒、五十万。ユダ踊れ、タツカなんぞのために五十。为了达川那种人花了五十万。スケにしてもらったから。我你给我五十万我无敌了真的。あとはするしかそれより。当たり前これから殴り。五十万。かし韓国人のホストとやるよ。韓国人南宮光干架。今度は中国マフィア。现在要杀入中国黑帮的根据地。けどその連こっそり死ぬ。バカだれ。こういう時。いや確かに命がけだ。ほいじゃけどわしお前もええか。へいへい。そうだな。おっしゃ。地獄の果て。这两个小弟很重情义啊，陪我到地狱的尽头，同声大哥。既然你们叫我一声大哥。那我也要保护你们啊。日元，日元也没有啊。日元现在是20:1吧。啊，16:1。两万块多少？几千块呢？我尼玛，一千多块钱呢。哎呦我操。没钱，我身上就几千，现在折合人民币我身上就几千块，穷，我去，死阿达，谢两袖清风送来了宝剑，被封因为打架，因为这样打架，你们不觉得这样打架教坏小孩子吗？教坏小孩子，不能教坏小孩子去打架，对不对？所以就会被封啊，明天。这还有一群小混混。啥？惩戒除，去死！方暴摔，我青龙刀，死去，搞定。我6万块，瞎了我的狗眼，怎么这么有钱？我去，怎么这么有钱？好。金钱运病好，金钱运病好，这个要喝一下，这个打钱更多。上面还有一群小混混，去打一下子。我的妈呀！我的妈，玩这玩游戏玩到现在，没有任何办法有钱的。6万块多少钱？3000块钱，我去，3000块钱啊！这一波抢到了3000呢，3-4千。暴击，找死，再见。七伤拳，哇，这些个小弟打架挺牛逼啊！
不行，这批人不行。我都喝了一瓶饮料，他们都没报钱，一分钱都没有。他们一分钱没有，坑爹了，浪费我的饮料。饮料70块钱呢。啊，こっちです。キリュウさん。这边童森先生。少し距離を空けてついてきてください。保持距离跟上来。南雲。哎，嘿。哪有钱？哪里有钱？小混混掉东西了，那不是钱，掉的是饮料吧？我饮料没捡，那算了吧，不要了。我要钱，不要饮料。キリュウさん。エドの店はあれです。少し遠回りになりますが、他の建物だった。这个是艾德的餐馆。中国黑帮很难找，找不到。找到了就60000呢。あなたまで。ハルトの地。南雲じゃ。宇佐美優太です。宇佐美勇太。前はね、それより。いくつか建て、さっきの江戸の店の3階や。再从刚刚那间爱德的店三楼窗户潜进去，这是他的计划。ほとんど中国人マフィアとやり合わず。顺利的话，就几乎可以遇不到中国黑帮。谢谢我们的刘先生送来的情报。できたら、どうかな？他にもやりようある。それじゃ行くか。ええ。あ、そう。東条会の元四代目が採用会に気休めかもしれませんけど。谢新九送来的宝剑。みんな考えることは同じなんですね。又要戴个面罩，まず强奸犯面罩。それまでは、さすがに4人全員で動くとバレ屋上に着いたらロープを垂らします。わかった。了解です。じゃあ物音を立て。走吧，谢谢新九送梁子伦的大宝剑。因为这个避免他们寻仇啊，所以我们一定要戴个面罩。以后全部确认完了吗？我在交易，在交易。哎，这边有瓶药哎。工作结束了，辛苦了。谢谢李小李送的六六大宝剑。待って。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。一个人去不好玩嘛？是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉哦。谢谢陈梦送六六荧光棒。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。一点九，走。谢谢逍遥送的一个火车头，呜呜，谢谢。台湾腔啊，台湾黑社会。皇家金利饮料，我去，这瓶药牛逼。我去，他们在砍什么？这什么玩意啊？キリュウさん、俺が先に行って様子を。猪肉吧？不是人吧？こっちに来てください。那个叫曹的那个，不是干的。新东方啊，发现我了！这几个盖也很强的。去死！哎呦我操！去你妈！西上拳！不用七伤拳打你，你是不知道了啊！我操！我操！死！看到。我点个技能看能不能点了。化境。
粉碎心得插450的这个绿色的这个东西。差绿色的，差一点吧，然后去搞点吃的就可以了。啊，这是什么猪啊？比人都大，这么大猪！人物混进来了，两米的猪，他应该躲在附近，找出来。皮鲁斯，把那有躲起来，别被发现。找到了。在这儿，你傻逼啊！不是让你躲起来吗？盖爷的地盘，死家伙！哎呦我去！土刀男，这土刀男牛逼！操，他又没死。尼玛来，去尼玛，捅！哇，你居然没有感觉！哎呀，我操，好痛啊！等一下。再来一下子，再给你来一下子，不着急啊，不着急，小伙子，先干死一个小弟。哎呦我操！高级便当。寿司。OK。我尼玛能不能不砍我？啊你，啊，能不砍我吗？爆摔，干死你！啊不行，这刀防不住。剃头。哎呀，这个厨师好猛啊！这厨师，太鬼英雄。厨师怎么可能这么屌呢？哎，上不去了，从楼下走吧。楼下。他的这个标识是走楼上啊，搞错了吗？走反了，对，走反了。谢谢揪你小尾巴送的六六荧光棒。哦，走那边，走那边。我说怎么回事？发现了，趁现在快点，我先走。哇，这桌在吃饭啊。啊，这些是平民，没事，老百姓。强身饮料，哇操，这个新东方厨师，你妈你要死啊！多少次了？我去你妈！你差点砍到我了！
我的天哪！啊啊！全都给你打烂！哎呀，我去！哎呀，这个厨师！去死！啊，终于打死了这个新东方厨师。啊，受不了啊！再补个药吧。哦吼！空腹药剂吃一个，再吃一点这个综合寿司。OK， 走吧。到屋顶了。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃ、下でお待たせしてる。现在把下面两个人叫过来。丢绳子。现在四个强奸犯准备进去强奸。大家好，现在直播的游戏为强奸少妇。全員揃いましたね。それではご案内します。以下的画面为十八禁内容啊，未满十八岁请在父母陪同下观看。哎呀，やけに静かだな。出奇的安静。誰もいない。罠かもしれない。这边有饮料，我这边好多药，说明要大概。谢谢奥普汀送的六六荧光棒。我操！面白くなってきました。有意思哦，这么多人啊。我擦，小风车甩，有意思，暴击，这一个暴摔你受不了吧兄弟。哎我操，这尼玛一个一个打不着急。去死，这边没有筷子吗？捡个筷子啊！哎呀，我操！打死！哦，又来了一个，好像挺牛逼的。你的对手是我了。锁住了，金蛇盘斩手。让小弟先打吧，我先上去吧。艾德的房间，さて、招いた覚えのない客だ。啊，这游戏就是有点像热血高校。这刀玩的。誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声は。やはり这个胖子很厉害的。キリュウカズ
唐岛之龙。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きたいことがある。相手してもらおうか。聞きたい。左右两边是不是青龙偃月刀？立川って男のことだ。奴を殺した。我々と言いますか。動手杀达川的人就是他。なぜ立川？聞きたいことという。跟你有什么关系？立川のことは。あなた彼は背叛了齐王会，杀掉达川的理由。ケリュさんは黑孩子这个词。中国の一人っ子彼らは戸籍。しかしそのために一説によれば達川という达川黑孩子之一。あ、计划生育。達川が余命連合計划生育。国道になったのも。しかしあの多生的把他带到了日本。子供のその時から忘记了他们对他的恩情。つまりは達川がお前ら。どうしてもこの私が達川の元へご案内して。哇操！还要杀我？就你？就你？来。ぶっ殺してやる。はよ。好灵活的胖子。来来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 来。我操！暴气！气伤拳！再见！我操，这么灵活！这个胖子。我扎了我一下，下来继续抽。哎呦我去！哦，我的肾！你敢打我的肾？去死吧你！哎呦我操！爆摔！哎呀！我操！哎呀我操！哎呀我操！暴击！哎呀我操！这个屁！啊！这么多小弟！哎，我的小弟也到了。补个药先啊，补个药先。先干死一个。你不是装逼吗？哎，我操！暴气！死！我操！我操！我操！顶爆摔！
哎呀，我被打飞那么远，妈的，不科学。飞拳飞脚，搞定。打倒艾德，我获得那么多经验值。哎呀，这个胖子不会是洪金宝的徒弟吧？那么狠，那么胖，却那么灵活，就像一条黄鳝扎住了我的身体。可恶！受到这种屈辱。キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。ああ。話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカワがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。这个胖子还嘴硬不说，你们几个我总有一天会干掉你们，是吗？その前に俺がぶっ殺してやろうか。啊？有枪？哇，这个串天组的人，串天！我上个厕所，马上回来。踊れる。ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か。中国マフィアとゴールマン。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。登場会。俺には何。俺はな、キリュウさん。中身は生粋の中国。他打一开始就是巨王会的，就是中国黑帮的人，这么牛逼。タツカは中国人、そして子供の子。ああ、ただ、俺はタツカと。他不会背叛东城会啊，巨王会。この状況でお前らこそ何のつもりだ。今すぐ全員で死ぬつもりがないなら。完了，有枪啊！有枪，我再牛逼也打不过啊！お前らがタツカワを殺した。タツカワが。タツカワは。ハルカは俺。沢村ハルクがあんたの。泽村遥是你的。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤。マスドイ。落ち着いてくださいよ、江戸さん。何？又来一个人，又谁啊？又来个更牛逼的人是吧？ボスが。老大，他们老大。なんでわざわざこんなところへ。私は西洋会総帥のローというものだ。黄秋生啊！我操，狼老大，香港，香港黑社会啊！あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。不会吧、黄秋生。道島の竜と言った。人称唐岛之龙。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。谢谢1347送了乐队。李吉，那味道的土地，生产者不能被人知道的秘密。嗯？那你？他看着永泰，什么意思啊？我看他弹幕说这个中国，把枪放下来。中国老大是这个我小弟的爸爸，不知道真的假的啊？谢谢刘氏送来的荧光棒。私たちの出会いの形は決していいものではなかった。我小弟的爸爸。だがお互い、那我就是他大哥了。関係を築けたはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。
明日の夜、私とあなたの二人だ。明天晚上两个人赴会。そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。回答几个我想知道的问题。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得が？亲家。まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？ああ、分かった。いいだろう。谢谢。如果你是我的宋六六，大保健。你们有没有觉得我们主角童声一马，他变老了之后很呆滞？明天约定在桃源乡泡泡浴。我操，妓院呢？啊，只有我一个人去。妓院两个男人搞什么？搞基啊？居然邀请我去妓院，妈的，这些小弟送的溜溜队，基佬风云。呀，お前同感。いや、それ嫌味なやつじゃけ。ほいじゃが、立つかといい。はい、中国の江戸はそういった。一人。谢谢大格调，谢谢简单。こっそり二人ところが、だから彼らは。あんた採用会は多分戸籍もなんだろう。広島には今までそんな話でも実際それは採用会三体採用会わしらが知っとるわ。俺らは立つかを。谢谢小弟送的六六大宝剑。あいつが中国遥かの事故後もし誰か確かにほいじゃがさっきあの場明日俺が行ってローが俺にわしらも生きて立つかと待つ。あ、それでローが舛添にん俺立つかから中国を教わってたんで达川教过他中文，大概知道什么意思。哎，他知道啊？不会吧？道島の龍と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか、興味深く思っていた。他听得出来？谢谢冷冰小哥送两组六六大宝剑。毕竟，那味道的土地，生长者。不能被人知道的秘密。那你谢 QQ 送来了宝剑，伟大的土地，不为人知的秘密。中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない。尾道の秘密。